チチトコトセレトノミナニヨリテアーメン。私たちの主イエススキリストが私たちを贖われ私たちが永遠の命を得られエようノイてチだエラたロヨニシテのダサッタノにジョージカノセイナのイケニエニヨテデシタジョージカノイケニエミサデコーシンサレマスから聖なセイナミサは 私たちのカトリック信仰と霊的生活の中心にあります。私たちの信仰と霊的生活を養うためには、ミサの天礼の意味。すなわち聖なるミサが捧げられる際の祈りが祈りや儀式の意味を理解することが。 非常に有益ですこのことを念頭に置きながら今日は祭壇とその意味についてお話ししたいと思います祭壇は司祭が天守にミサのい贄を捧げる場所です祭壇はもともとは木で作られていましたが これは私たちの主が最初のミサを捧げられた木のテーブルと主が十字架につけられた木の十字架を記念するものでした。6世紀以降、教会は最大の意で作るように定めました。その理由は後ほど説明します。実際的な理由から、 祭壇全体を石で作ることができない場合には祭壇の内でミサの際に司祭がキャリスト・ホスティアを置く場所には少なくとも小さくて平らな石を挿入しなければなりませんこの石は祭壇石と呼ばれます教会は通常 最大の墓の形に作ります。これには2つの理由があります。第1話、聖奮謀と私たちの主イエスキクリストのご復活を思い起こすためです。第二は2話、最初の数世紀の箱買いの間、カトリック信者がローマの墓であるカタコンベに隠れなければならなかったことと、 殉教者たちの墓の上でミサを捧げていたことを思い起こすためです。<laughs> 祭壇のうちには、殉教者たちの聖遺物が挿入されています。これも、カタコンベでのミサの日々を思い起こさせるものです。しかし、それ以上に、この聖遺物は、 私たちの主イエスキリストと信者たちとの間の完全な愛の一致を象徴しています。友人のために命を与える以上の大きな愛はない。私たちの主イエスは常時過剰で私たちのために命を捧げられたのであり。この生贄がミサで 更新されます殉教者たちはイエス,スへの愛のために命を捧げたのであり彼らがイエス,スのために死ぬ力を見だしたのはミサを通してイエス,スと一致することによってでしたですから殉教者たちの聖物を祭壇内に置くことはふさわしいことであり 意味ののあることなのですそして、五成筆は五世体が保管される場所です。五世筆の形は何世紀にもわたって進化してきました。今日では、党の形をしたものが最も一般的でよく適したものです。実際、党は強さの象徴であり、 御聖筆の中には強き者のパンすなわち御聖体が保管されていますそして御聖筆の上には常時化が配置されていますこれはもちろん聖なるミサが常時化の生贄を更新するものであることを思い起こさせるためですイエスは 十字架上でご自身を捧げられたように祭壇の上でご自身を捧げられますただ主がなさる方法が異なるだけです十字架上では生贄はカル,カルバリオにいた人々には目に見える形であり血が流されるものでしたがミサでは 生贄は、奇跡の形態の内に隠されており、血が流,流されるものではありません。祭壇は、司祭がミサの生贄を捧げる場所であるだけでなく、私たちの主イエス,スご自身を象徴するものでもあります。そして、このことが、 ミサの典礼のいくつクツカオセツメシテイしかし、まずなぜ教会は、祭壇を、私たちの主イエス・キリストの、象徴と、するのかと、いう質問に答えましょう。祭壇は、司祭が生贄を、捧げる場所です。しかし、イエスの、御体と、ゴーレコンは、 こうなる天守が御父にご自身を捧げられる場所のようなものです。実際、こうなる天守が父なる天守にご自身を捧げることがおできになるのは天主としてではなく人間としてです。このように祭壇は イエス,スキリストの人生を象徴しています。このため、祭壇には、一つのジョが刻まれており、これらのジョは、私たちの主の御体に刻まれた一つの恩傷を象徴しているのです。教会が祭壇をイエス,スキリストの象徴としたのには、第二の理由があります。祭壇は、 司祭が人類に代わって、天主に生贄を捧げる場所ですから、祭壇は天主と人類の接点のようなものです。しかし、イエス・キリストは天主であると同時に人間ですから、天主と人間の間の接点、唯一の普遍的な仲介者なのです。このように祭壇は 教会者としてのイエス・キリストを象徴しています。最後に、祭壇が私たちの主イエス・キリストを象徴するのには、第三の理由があります。私たちの犠牲も、祈りも、イエス・キリストを通して、イエス・キリストと共に、イエス・キリストのうちに捧げられなければ、 天主をお喜ばせすることはできません。このため、今日は、すべての祈りを、ペル・ドミノム・ノス・ウォン・イエズム・クリストムということで、しめくくっています。ですから、私たちの主イエスは、私たちが礼拝、感謝、罪のつぐない、祈願を捧げる祭壇のようなものなのです。 教会は祭壇を石で作るように定めていると先ほど申し上げました。それはなぜでしょうか祭壇はイエスキリストを象徴しているからであり、イエスキリストは教会が建てられている組織であるからです。セイポールはエフェゾ人に対してこう言っています。 あなたたちは、聖徒たちの同市民、天守の家族である。あなたたちは、死党と預言者の土台の上に建てられたものであり、キリスト・イエスス自身が、その住みの親石である。主において建物全体が建てられ、主において、正常に発展する。 主において、あなたたちも、天守の住まいとなるために、聖霊によって建てられる。そして、祭壇は、三枚の布で覆われています。これには、実際的な理由があります。すなわち、司祭が誤って、尊き恩師をこぼしてしまっても、 これらの布に吸収され、地面に流れないようにするためです。しかし、布は祭壇の両側の地面に届くほど長くする必要はありません。これらの布には象徴的な意味があります。祭壇はキリストを象徴しています。祭壇は 聖墳墓を思い起こさせる墓の形をしています布は聖外風とキリストのご遺体が包まれた葬儀用の雨布を象徴していますそして祭壇を飾るすべての装飾品は私たちの種の美しさと栄光を思い起こさせるものですそのため 降誕祭やサイヤ、聖霊降臨サイ、セレコリンサイなど、私たちの主のもとも栄光ある照号をお祝いする一休ューには、私たちはサイダのさらに多くの装飾品で飾りますその反対に、聖金曜日にはキリストが57ュの間、 いかにご自身からすべての栄光を取り去られたかを示すために祭壇からすべてのものが取り去られるのです祭壇が私たちの主イエスを象徴していることを理解すれば聖なるミサの時の司祭の身振りのいくつかを理解することができるでしょう司祭は ご復活後のイエスの御足に聖なる婦人たちが切符したように敬意を持って祭壇に切符します司祭は信者の方を向く前に祭壇に切符して私たちの主イエスと一致しますその後司祭はドミノス・ヴォビスコムと唱えたり 最後の祝福を与えたりして、主を信者に与えます。こう宿別するとき、被災は左手を最大に置き、右手で宿別します。これは、 司祭が与える祝物が私たちの主イエスから来ることを表していますマグダラの聖マリアがイエスの葬儀を告知するためにイエスに香油を塗ったように司祭は生変化の前に香の煙を祭壇に巻きます司祭は祭壇に香を捧げ香の香りを 祭壇から天に向かって立ち上登らせます。これは、イエス・キリストの父なる天主への祈り、特に主の十字架上の祈りを象徴しています。市内なる信者の皆さん、カトリックの天皇は信仰と礼的生活の学校です。ですから、 天霊をさらによく理解するように努めましょうそうすれば聖なるミサをさらに深く祈ることができるでしょう父と子と聖霊との皆によりてアーメン